ブルーマウンテンとは、ジャマイカにある、ブルーマウンテン山脈の標高800から1200メートルの限られた地域で栽培されるコーヒー豆のブランド。ジャマイカのブルーマウンテンブルーマウンテンの特徴として、香りが非常に高く、繊細な味であることが挙げられる。香りが高いため、他の香りが弱い豆とブレンドすることが多い。限られた地域でしか栽培されないため、収穫量が極めて少なく、 高価な豆としても知られている。豆の品種は、他のジャマイカ産の豆と同じものであるが、過酷な環境により栽培され、厳密な検査により選別された結果、繊細な味を実現している。ジャマイカから輸出する際、他のコーヒー豆なら、麻袋等に入れるところ、ブルーマウンテンに限り木の樽で出荷される。本来、ブルーマウンテン山脈の標高800から1200メートルの、 特定エリア以外の地域が産地のコーヒーにはブルーマウンテンという名前をつけることができない。しかし日本に輸入されている豆の多くは標高800メートル以下のふもとで栽培されたにもかかわらずブルーマウンテンの名を付けられたものであることが多い。そのため本来のブルーマウンテンを入手することは極めて難しい。国内でのブルーマウンテン販売量は 正規輸入量の3倍という事態になっている。生豆でも 1kg あたり4000から5000円も、するため、かなり高価なコーヒーとなる。喫茶店などで一般向けに出すにも数が出ないため、置くことが極めて困難な豆とも言われている。1930年代、ジャマイカからパプアニューギニアの東部山岳州、西部山岳州一帯にブルーマウンテンの苗木が輸入され、一大産地となった。 当地では標高が1000メートル以上と高く気候も本家のジャマイカと似ていたことから高い品質の豆の生産が可能になった。過去、日本ではこれらパプアニューギニアの豆をブルーマウンテンとして扱っていたほか、現在でもブルーマウンテンを連想する名が完成られて流通していることがある。ジャマイカのブルーマウンテンコーヒーの80%以上が日本に輸出されている。 1936年に初輸入された際に、英国王室御用達コーヒーというキャッチフレーズが付けられた。当時ジャマイカは英国領であり、英国王室でも飲まれているだろうという憶測が元になったと言われており、根拠はない。結果的にこの宣伝活動が大当たりし、よく売れたとともに、日本におけるブルーマウンテン神話が始まり、今日まで続いているショッピングトラベルガイド。 ありがとうございます。